青葉区は仙台市を構成する後行政区のうちの一つ。合併前の旧仙台市の北部、中央部と旧宮城郡宮城町からなる。昼間人口は412,812人であり、夜間人口の3 1百1 8 3人に対して102,629人の増加、昼夜比1.33倍となる。区の南東部は江戸時代から仙台の中心である。 区の西部にある、大宇山脈より投流する広瀬川とその支流の流域に従って、東西に細長い形の区となっている。区内の大宇山脈は、船形山と蔵王連峰の間であまり高い峰々がなく、西からの雪雲が入りやすいため、区の西部の旧宮城町は、豪雪地帯に指定されている。しかし、その低さゆえ、関山峠で山形県村山地方に通じている。 区西部の旧宮城町は、愛子盆地を中心とした地域で、青葉山丘陵によって、区東部と地形的には分断されている。青葉山丘陵の北部は、ベッドタウン。丘陵の東端の青葉山には、仙台城や東北大学川内キャンパスがある。丘陵の東側は、広瀬川の貸し団級になっており、仙台市役所、宮城県庁、仙台駅、 東北大学片平キャンパスなど、市の主要施設が集中する仙台市都心部を構成する。区の東端は、仙台駅と東北新幹線、東北本線で区切られる。なお、青葉山急陵によって分断されている区の東西を結ぶ、主要交通路は、国道48号や JR 仙山線が、になっている。仙台メディアテイクからの風景青葉区は、 1987年に仙台市と合併した旧宮城町とそれに接する旧仙台市北西部で構成され、1989年4月1日に仙台市が政令指定都市に移行した際に24万5881人を要して設置された。青葉区役所は仙台市消防局北消防署の跡地に建設され、区の全体を管轄しているが、旧宮城町役場の土地、 建物を受け継いだ青葉区役所宮城総合支所が旧宮城町を管轄している。区名は区内にある仙台城の歌唱の青葉城や青葉山に由来する。また、伊達ま宗を祀る道区青葉町の青葉神社や仙台、青葉祭りなど、青葉という言葉は仙台を表す記号でもある。青葉区は区名公募の1位であり、2位は中央区、3位は 広瀬区であった。公募を受けて選定した仙台市、区名選定委員会は、方位は地名として取らず、広瀬は将来の文句の際の有力候補として残すべきだという理由を添えて青葉区を押した。仙台市以外の千円地区の自治体の国勢調査人口の変遷。青葉区の旧宮議長地域は、青葉区の面積の86%を占め、 合併直前の1987年10月末における住民基本台帳人口は29,093人だった。1986年3月、仙台市行政区革新議会は、一行政区あたり、おおむね10万人ないし20万人の範囲で設定するのが適当と答申した。このため、旧宮城町地域は単独区になれず、旧仙台市北西部ともに、 青葉区を構成することになったが、一方で、旧町内の人口が単独市政人口要件の5万人に達したら、分布するという合併時の取り決めも存在した。もし分布されるのであれば、区の名称は、広瀬区が有力と言われている。それは、旧宮城町が、旧広瀬村と、旧大沢村の合併によってできた町であることと、関係がある。1996年に、 旧町内の住民基本台町人口が5万人を突破したため、取り決めに従って市は1998年11月に行政区画審議会に諮問し、分区するかどうか話し合われたが、2000年秋の審議会で区の人口が30万人を超えた時点で再検討すべきとして分区見送りが決定した。審議会からは2001年2月5日に市に答申され、市も 同年3月27日に文庫を見送った。2012年8月1日の推計人口で、旧宮城町は7万10人となって7万人を突破。同年12月1日の推計人口で、青バックは30万154人となり、30万人を突破した。2014年6月10日の市長記者会見において、奥山恵美子仙台市長は、青バックの人口増加が、 東北地方太平洋沖地震の影響によるものなのか長期的な傾向なのかを見極めてから分句議論を進める旨を発言した。この頃、市幹部が宮城総合市所管内の町内会長連絡会に非公式ながら旧町内の人口が10万人を超えたら分句を検討するという新基準が伝えられた。分句の基準はこれで3度目の変更となり、 ムービングゴールポストの状態になっている。2015年10月1日の国勢調査によれば、旧宮城町の人口は72,254人で、宮城県内の自治体の中で、名取市に次ぐ6番目に相当し、その他の仙台都市圏内の自治体の多賀城市、塩釜市、富谷町、岩沼市、府町などより多かった。 旧宮城町は合併時から倍化して今なお増加傾向を示し、青幕発足時の人口24.6万人からの純増分の多くを占めている。分区の問題点青幕を旧仙台市部分と旧宮城町部分とに単純に線引きしてしまうと、南吉成から1991年などの青幕成立後に住民が増加した旧宮城町に帰属意識がない地区の反対が、 考えられたり、折立地区が青葉区の飛び地になってしまったり、新設区の地価が下落したりする等の問題がある。折立地区は地形的には愛子盆地の一部であるが、万山丘陵によって分けられるおいで盆地と愛子盆地を結ぶ交通路にあり、江戸時代には伊達家家臣の藻庭市の地業域であった。その地業域を受け継いだ旧名取郡生井出村は、 織立地区と共に1956年4月1日に仙台市に編入合併された。結果的に織立地区は愛子盆地のその他ほとんどを町域としていた旧宮城町地区に現大白区から突き出た形となった。政令市下の際に織立地区は旧市町の境界を尊重して大白区に入るよりも愛子盆地を構成する一地区として旧宮城町と共に 青葉区に入ることを選択した。このような経緯のため、旧宮城町地区が分布した際は、大白区と新設区の間に挟まれた青葉区の飛び地になる可能性がある。なお、折立地区は、仙台宮城 IC、国道48号、仙台北環状線、仙台村田線など、仙台西部の主要幹線が集まる交通の要衝である。旧宮城町地区の中心は、 旧広瀬村の JR 仙山線、愛子駅から陸前落合駅あたりとなっており、市が1999年7月に策定したアクセス30分構想をもとにしたオムニバスタウン事業により、それぞれ駅前開発も進んでいる。仙山線と並走して、愛子盆地を東西に貫く国道48号、愛子バイパス沿いでも、クリオから1991年、及び、 クリオ西部2008年にて、土地区画整理事業が行われ、都市化が進んでいる。旧大沢村の方は、平地は農地が主で、旧領地は住宅地となっている。また、旧仙台市との境界部分を古城に走る仙台北、環状戦争いの南吉成地区にも、ロードサイドショップを中心とした商業や、人口の集積がある。折立地区では、折立小学校、 中学校が合併後に、旧宮城町の佐藤六地区からの生徒を受け入れており、さらに、落合、栗尾地区が広瀬中学校通り、立中学校との選択学区で地理的に近いおり、立中学校へ通学している生徒も少なくなく、愛子盆地内の一体化も進んでいる。このように、折立地区が青バックの飛び地にならず一体的に新設区に移行できる土壌が調整されつつあるが、 郵便の周廃拠点は、落合や佐六地区は、愛子郵便局管轄で、折立、西花園地区は新仙台郵便局直轄となっており、昔の名残が残っている。また、旧宮城町域は、宮城総合支所が管轄しており、市政頼りにも毎月注釈が書かれている。愛子福都心構想、愛子福都心構想とは、1987年の、 宮城町と仙台市との合併建設計画及び1990年度発表の仙台市総合計画2000に記載されていた副都心建設計画である。旧宮城町役場がある JR 愛子駅周辺の再開発と都市機能集積及び仙台市 A モノレール南西線計画を謳っており、旧泉市に対する泉中央副都心整備計画と同様、 合併の際のバーターであった。現在、当該地域の整備計画は、西部地区の拠点整備という言葉に置き換わっており、副都心としての指定は曖昧化されている。なお、2002年7月22日に、愛子駅周辺は住居表示が実施され、愛子中央になった。また、都市下に不可欠な下水道は、旧宮城町域における整備率が、 精霊市工事の2.4%から現在92.5%にまで改善されている。ここでは青幕中心部の産業について述べる。多くのビル群には中央企業の仙台、東北支店が入居し、支店経済都市と呼ばれるゆえんとなっている。仙台駅前から西方向へは中央通、一番町のアーケード街が形成されている。近年では、 交通事情の改善から、証券は広がっており、県内はもとより、山形や福島からの客も訪れる。郵便局、上郵便局、へ杉山通小学校、上杉山中学校、広瀬小学校、広瀬中学校は、文部科学省が推進する、学力向上フロンティア指定校である。また、それぞれの小中学校間で連携を取っている。主要駅、仙台駅、 高東台公園駅、青葉通駅、北仙台駅、愛子駅、ありがとうございます。